What's going on, everybody? This is Ryan Lucas here. Today I'll be continuing my reaction of this small side story event, the Shadows of the Mercury Roshu. From the last video, it was pretty brief, and I only went for the prologue and pretty much did the majority of the quest while off screen. And right now, I'm just kind of here to react to the event stories, so let's check out the next episodes. わしの姉である桃代の夫、つまり義理の兄だ。そして同時にわしの祖父に指示していた兄弟子でもある。あ、でもあいつ戦ってる時刀なんて使ってなかったよな。そうじゃの、兄様が飛び道具を使う姿など初めて見た。獲物も雰囲気もわしが知っとる頃とはまるで別人じゃ。八千代が知っている頃の才賀はどんな人だったんだ。そうじゃな、嘘や曲がったことが嫌いで、どんな時も礼節を重んじ義を尽くす、そんな人じゃったな。そしてとにかく優しい人じゃった。姉と共にいる時なんか特にな。いつも二人で楽しげに笑っておったよ。楽しげに笑うような雰囲気全然なかったけどな。西賀兄様が変わってしまったのは、おそらくわしの姉西賀の妻の死がきっかけじゃろう。西賀と姉はいわゆる肥沃連理、誰の目から見ても明らかなくらい互いに通じ合い愛し合っていた。その姉が病気で亡くなった直後、あやつは失意のまま突然姿をくらましたのじゃ。文の一つすら残さずにな。じゃあその間に西賀がどこで何をしていたかはわからないのか。わしも気にしてはおったのじゃが、それからほどなくして祖父が死に、わしも旅に出てしまったからの。ああ、たくさんの剣士と決闘して最強の剣士になるってやつだね。最強の剣士になることは祖父の悲願だったんじゃ。非業の死を遂げた祖父を弔う意味でも、わしが代わりに祖父の果たせなかった悲願を成し遂げたいと思っての。非業の死、それって、ん？今の音。Sounds like gunfire. きっと最後だ。行こうぜ。やはりこれでは拉致が明かぬか。一人でお楽しみとは水臭いやつじゃ。わしらも混ぜよ。八千代、助太刀とは何のつもりだ。巻物を渡す気でもなった。ろくに説得もされとらんうちに心変わりなどするものかよ。本気でわしを説得する気があるなら、姿を消してから今まで何をしていたのかきちんと話せ。すべてはそれからじゃ。まただんまりか。それでは話はずっと平行線のままじゃぞ。ならば私が代わりに話して信ぜましょう。
久しぶりですね、サイガ。まさか、こんなところで再びまみえることになるとは。あんたら、知り合いなのか？知り合いも何も、サイガは我らが腹から。私と同じ、ムクロ州の一員ですよ。サイガがムクロ州の一員？地外市の石の事情に詳しかったのはそのためか。じゃあ、八千代に巻物を渡すよう言ってきてたのは。勘違いするな。相変わらず冗談の通じない方ですね。屍が盾に。奴が生ける屍を操っている術師だ。奴を撃たぬ限り、この戦いは終わらぬ。サイガ、あなたは俺たちの味方なのか、それとも。それがしは誰の味方でもない。報酬にとらわれた、ただの哀れな男だ。ムクロ州との関係もすでに断ち切った。釣れないことをおっしゃいますな。共に数えきれぬほどの敵を闇へ葬ってきたというのに。黙れ。それがしはムクロ州を抜けたのだ。もはや貴様の言いなりにはならぬ。まだ最後に殺めた老いぼれのことを気に病んでいるのですか。確かあなたの剣術の師匠でしたっけ。シャト。あなたが血が絵師の医師の。なるほど、特進が行きました。それでさえあなたの大好きな祖父を殺したのは自分ですとはね。黙れと言ったぞ。貴様の声はこの銃声よりも耳障りだ。サイガ、今、あやつが言ったこと、お主がじい様を殺したというのは、まことか？違うなら違うと言え、サイガ！もう怖い。触らぬ神に語りなしと申しますし、私は一旦ここまでおいとまさせていただきましょう。逃がすかよ！残念。代わりに似合いの友柄を置いていきましょう。終了。皮膚に良い。いや、ここにだ。ふう、揺らすな。邪魔で、あいつまで射精が通らねえ。では、まず、ああ、そうだ、言い忘れていました。最後、もしあなたがムクロ州に戻りたいというのは、私はいつでも歓迎します。あなたも自分の目的を果たすためには我々と共にいた方が有益でしょう。ただそれは地外師の石の手がかりを手土産に持ってきてくださいね。それがしがムクロ州に戻る。何が共にいた方が有益だ。サイガ、
All right, let's check out the next episode. この辺りにいたやつは全部片付いたよな。他のみんなは答えよサイガ。ムクロ州の男が言っておったことは真なのか。お主が爺様をわしの祖父を殺したのか。なぜお主が祖父を殺す必要がある。あやつの言っていたお主の目的とは何じゃ。黙ってないで答えよ。お前に話すつもりはない。何じゃと。それがしは昔のそれがしではない。目的を果たすため聖堂から外れた。言葉を交わすことに意味などない。それがしがことをなすのに故に八千代、それがしの目的のため、死返しの意志の在りかを示す巻物を渡せ。この後に及んで、馬鹿にするのも大概にしろ。おい、何やってんだ二人とも。今は喧嘩してる場合じゃねえだろ。いや、こうなったら決闘じゃ。サイガ、わしはお主に決闘を申し込む。八千代、決闘って本気かい？もちろん本気じゃ。肝心なところでだんまりを決め込むこの男に喝を入れてくれるわ。 That's a bad example. As a heart attack? その決闘に応じてそれがしに何の得があると。もしお主がわしに勝ったら、祖父の刀、血返しの石の在りかを示しているという巻物をくれてやる。なんだと。だが、わしが勝ったらわしの命令を一つ聞け。質問に答えろと言ったら、嘘偽りなく答えるのじゃ。おい、いいのかよ、じいさんの刀をそんな風に。構わん。そうでもしなければこの男は口を割らんじゃろ。それにもしムクロ州の男の申したことがまことであれば、どのみちこの決闘だけは絶対に避けては通れぬ。おじいさんの仇討ちということか。こればかりは止めてくれるなよ。わしはこれまで最強の剣士となるため何百人もの剣士に決闘を挑んできた。それは志半ばで殺された祖父が果たせなかった悲願でもある。なあ、わかるであろう。目の前に祖父を殺めたという男がいて、どうして決闘を挑まずに折れようか。貴様の出した条件で決闘に応じる。だが場所と日時はこちらで指定させてもらうぞ。司祭ない。なんなら今からでも一向に構わん。わしはいつでも戦う準備はできておる。常在戦場、いつ何時であろうと戦に臨めるよう気を緩めるべからず。それも死の教えだ。ならばそちらの状況を考慮する必要はないな。それがしの準備が整い次第、場所と日時を記した文をしたためよ。しからばごめん。わしらも正常へ戻ろう。決闘のために
英気を養っておきたいからの。決闘ですか。これはうまく使えるかもしれませんね。こんな城内にたかがわしに踏み。なるほど、一切承知した。お主は兄様のもとへ戻るがよい。さて、わしも向かう準備をするか。いざ決闘の地へ。待っておれよ、サイガ。Gotta say, that new outfit does look dope. Alright, this is where I'm gonna be splitting the video from here. So, thank you guys for watching up to this point. Don't forget to hit the like and subscribe button. Hit the bell for more notifications. And don't forget, I have an active Discord group. Just go check it out. I'll leave the link in the description of this video. Anyways, I'll see you guys in the next part shortly. See you soon.